戦を迎える今、お主らの大名であってよかったと改めて思う。いざ、のぼりを高く掲げ、我らの進軍を敵に知らせるのじゃ。あのたわけどもには戦う前からうんざりだ。たわけにはいつもへきへきするが、途方もない思い上がりには施す手がないわい。ここは実にすごいよのう。大屋島広しといえど、これにかなう城はないじゃろう。我が軍の力が加わらば、その凄さが増すというものじゃ。よいか、今後百年は島津と聞いたら泣く子も黙る。それほどにこの戦は島津の武勇を歴史に残す戦いになるであろう。
槍足軽にございます。槍名人、足軽の弓矢隊でございます。足軽弓手でございます。刀侍にございます。精鋭の侍で太刀使いにございます。刀侍にございます。大将付き騎兵にござる。槍侍にございます。足軽の槍手にございます。ご指示を遂行中。弓手の足軽にございます。上様、命令を受けたまわります。総大将、護衛兵にござる。一網打尽に打て。
My lord, their general has fallen. A cutting blow. My lord, a glorious victory will soon be yours. Thank you.
ありますか。ご命令でしょうか。速やかに進め。ご命拝受いたしました。上様、もっと他には。殿、速やかに。従うことができませぬ。仰せの通りに。精神の統一をさせていただきまする。殿、できません。
上様。母。お命じよ。母。殿、まだ風があります。ならば光栄の至りに存じます。お命じよ。お命じよ。お命じよ。戦いじゃ。お疲れします。殿のためならば。母。砲をあげろ。横着。はい、上様。は、殿。殿のためならば。お疲れします。は、殿。ためならば。お疲れします。殿、ご命令を。お命じよ。殿、ご命令を。皆、船を出せ。皆、次に備えよ。お疲れします。殿のためならば。
はい、上様。お命じよう。はは。返します。何を見て。何用じゃ。今度は何用じゃ。根こそぎ奪うのじゃ。次なるご命令は。殿、出陣じゃ。我が一族のために戦おうぞ。今度は何用じゃ。なかなかの妙策じゃ。妙策じゃな。そちの望む通り。よきに計らえ。そうするとしよう。妙策じゃな。殿、どうぞご命令を。殿、速やかに進め。
令でしょうか。さらなるご命令は？速やかに進め。いつでも戦えますぞ。お命じください。さらなるご命令は。ご命令でしょうか。ご命令でしょうか。様、
心申し上げます。お呼びでしょうか。何なりとお申しつけを。よい。殿、それだけでございましょうか。敵が死を迎えるのは時間の問題。上様。はは。殿、ご命令を。砲をあげろ。殿、まだ風があります。さあ進め。お疲れします。お命じよう。かれ。これで終わりでございますか。殿。はは。戦に備えよう。
殿。お家のために。皆、次に備えよう。殿、ご命令を。さあ、戦じゃ。ご命令を。光栄の至りに存じます。お疲れします。殿、ご命令を。はい、上様。はい、上様。はは。殿のためならば。殿のためならば。はは。さあ進め。はい、上様。殿、ご命令を。はっ、殿。殿、ご命令を。お命じを。お疲れします。はは。はい、上様。光栄の至りに存じます。航海は終わった。殿、ご命令を。殿のためならば。はっ、殿。殿、ご命令を。殿、ご用でございますか。ご命令をお待ち申し上げます。待てば回路の日を焼く。
刀は抜いた。敵方に一人でも生き残りがいる限り、この刀鞘には収める。すべてはお家のためじゃ。我が敵は奴らの領主と一門に忠誠を誓う勇敢な侍どもだ。あの者どもを滅ぼすとなると心が痛むが、これも運命のなせる技。仕方なかろう。我が計略は簡単明瞭。この石垣を叩き崩すのじゃ。それができれば乗り越えるまで、乗り越えられねば敵の屍を積んで登るまでよ。これだけは約束する。戦が終わったら忙しくなる。跳ねた敵の首を集めて数えんとならんからな。
殿。はい、上様。参上いたしました。ご命令でしょうか。お疲れします。殿、まだ風はありますぞ。はは、戦が待ってるぞ。お命じよ。殿、まだ風があります。光栄の至りに存じます。
Please, speak honestly, and I will give you good attention. Your terms are acceptable. Let us see what the future brings. Sometimes travelers meet and profit by it. Shall we see what our journeys have in store for us? はい、上様。殿、まだ風はありますぞ。は、殿、これで終わりでございますか。は、殿、殿、まだ進めます。はい、上様。殿、まだ風はありますぞ。